どうもかげやんです今日はですね感情を動かすということについてお話しさせていただきたいと思いますこうねあのー、日常の生活というか、えー、仕事とかでですね、えー、感情を殺してねこう生活しているというか仕事をしている方はですね、えー、なるべくね感情を動かすということをね、えー、こう意識しましょうと いうことですねそういうことを心がけるというかねその仕事の時はねまあいろいろ我慢することがあったりして感情を殺さないといけないこともあるかもしれないんですけども、えー、その感情を動かすことですねそのほかでですね、えー、感情を動かすこと心がワクワクするっていうことをこう、えー、しましょうと。だからあのー 想像のための想像をする想像というのは作るですね作る想像ですね作る想像をして、えー、そ,そういうことを想像するとそのことによってこう感情をワクワクさせるという、えー、そのワクワクさせることによってね自分のエネルギーが高まっていくんですね。でエネルギーが高まることによってその面白くなるというか。 僕の場合はやっぱりそういうことを想像することによってですね、やっぱ面白くこう感じて、えー、こう生活というかあの日を過ごせていく。 得てるかなと思いますそのことによってねエネルギーが高まるんでねまたその活動がこう活発になるというパフォーマンスも高くなるっていう状態になるんでね、あのー、どうしてもその仕方ないと思うんです感情を殺さなあかん時もあると思うんで,でそういうことをしてる方は意識してその感情を動かすことをするっていうふうにその。 どういういんでですすかねねそのバランスですよ、ね、ずーっと感情を殺したままでいっているとちょっとそれは病んでくる状態になるんでですねしっかり感情を動かさなあかんなということをこう意識するんですね感情を動かさなあかんねんな俺はと思ってそれで動かすようにするとそういうことをすることによっていろんなことが生まれてくるし面白さも生まれてくる,くるようになると思うんですね。でそういういことを意識する ようにしていきましょうということを、えー、思いますということで今日は感情を動かすということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます